こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は、趣味で儲ける。時間やお金を使った趣味を輸出にで,できたら楽しく稼げますというお話です。輸出で稼ぐにはですね、無駄遣いが好きな人をターゲットに無駄なものを売るのが儲けやすいです。無駄なものは必需品と違ってね、価格に敏感ではありませんので高くても売れます。 また無駄遣いが好きな人は勧めるものを次から次へと買う傾向があります。まあ、無駄遣いが好きな人はどんな商品を買うか。まあなたに趣味やコレクションの経験があるなら、その趣味やコレクターの物欲を刺激するツボは分かりますね。もしも趣味やコレクションの経験がなくても、私の経験でサポートします。でも、あなたが興味を持てるものを扱った方が、状態も早いし、上達も早いし、 やっていていい楽しいですせっかく使った金と時間を無駄にしないためにも趣味で稼いでみませんかちなみに私の無駄遣いや趣味がお金に変わった例ですまずちっちゃい頃ブロック遊びとか好きだったんでねレゴこれね ebay や us amazon で仕入れてヤフオクそれから日本 amazon で販売して儲けましたマイケルジャクソンこれも ebay や us amazon あとね、ヨーロッパ、UK アマゾン、フランスアマゾン、えー、スペインアマゾンや、それから、えー、独自ショップとかオークションサイトで仕入れて、えー、日本アマゾン、それからモバウク、楽天独自ショップで売って受けました。これはね、結構幅広く仕入れて、幅広く売ってましたね。それからワイン、ね、絵の手かなどの先物を購入。まあ、先物購入ってね、えー、2年後に買うワインをね、えー、購入とかいう 変わったやり方なんですけど、まあ昔はね、昔って言っても何年前だ。20年ぐらい前は結構安く買えて高く売れたんで、まあ、これは結構稼げましたね。それから、ビトンのバッグ。ね、これもう普通に、えー、海外行って買って、で、ヤフオクで売って月200万ぐらい。月200万っていうかね、えー、仕入れに行ったのを売ると大体200万前後多かったと。まあ今にして思うと、これボロかったですね。 それから釣り。まあ、釣り用品は私自身扱ってないんですけど、まあ会員さんにね、ちょうど釣りの好きな人がいたんで、まあアドバイスして、まあ月額30万ぐらい稼ぐネタにつながりました。それからリアドロ。リアドロってね、焼き物の置物なんですけど、これも会員さんにアドバイスしてね、月額500万稼ぐネタにつながりました。これはすごかったですね。大してやり取りしてないですけどね。 どっっっかででコツをんんじゃったんでしょううね、えー、あっという間に確か150万ぐらいだったのが3倍になりましたってね、報告いただいたときに私も驚いた記憶があります。それから海外生活、ね、海外、まずニューヨークで、ね、半年間、本当は2年間行ってるはずだったんですけどね、まあ、カジノが酔いで死刑をつく使い果たしちゃって、まあ、帰ってきたんですけど、 まあ、海外で一応生きてけると。英語が全然ダメだったんですけど、まあ、それでも生きてけたというのでね、海外仕入れや輸入輸出ができるようになりました。それからシドニー、まあ、シドニーね、3年半住んでて、またオーストラリアアマゾンが始まったらね、戻る可能性が高いですけど、シドニーでの生活は、まあ、これから始まるオーストラリアアマゾンの物販への参入に役立ちます。こうしてみるとね、 まあ全部アホじゃないかとか、そんな金使ってどうするんだとかね、散々言われてたものなんですけど、今にして思うとね、この物販を始めたおかげで、物販のコンサルタントと物販,物販を始めたおかげでね、無駄だと思ってたものがね、全部ねお金になるネタになっちゃったと。で、これね、会って話したり、スカイプで話して初めて、え、僕のそれでも儲かるんですかと。 いう例が多いです。初めからね、えー、そういえばこれが趣味なんですけどっていう人はごくごく少数派で、ほとんどの人はね、いや、それいいですよ、それいきましょうっていうまでね、そんなのがお金になると思わなかったというケースが多いんで、まあ、ぜひ、まだ商品がね、どれで稼ごうって商品が、えー、いまいち決まってない方は、えー、チャットワークなりね、スカイプ相談で、えー、お話ししてね、あるいは質問していただいて、 できるだけ興味が持てるものとか昔ね、集めたとか趣味だったっていうものから探した方が、まあ全然稼ぎやすいです。まあ、稼ぎやすいっていうかね、えー、やってて楽しいですで。結局やってて楽しいのが稼ぎやすいにつながるんでね、えー、興味がない商品を扱って稼ぐほど、えー、やってつまらないものもないしね、えー、で、なかなか儲からないというケースになりますんで、まあ、商品選び、まずここで何を扱うかっていうのはね、 えー、興味のあるもんからやってみると。儲かりそうなもんじゃなくてね、興味があるもんからやってみたらね、そっちのがね、えー、儲からないと思ってたけど、全然儲かったというケースが多いんで、それを念頭に、商、え、材、ー、選びをしてください。えー、ご質問、えー、お待ちしてます。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。